でここは本当に昔からこの形は変えないでお家を訪ねて、そこのお家が今年一日幸福でありますように、あの収穫できてよかったね、神様ありがとうっていう風に、して、次の年を迎えていくというような、そういう形がこう今でもしっかり残っていて、私もこう大好きで毎年払わせていただいている芸能になります。こう日本こう全国この豊かさっていうもののために、こう人々がこう生きていく上で、こう芸能言語化できない強い思いとか願いってありますよね。でこう日々こういう芸能の場にこう触れていくことで、なんていうかな、こうそういう思いとか願いの拠り所に郷土芸能っていうものがなってるんじゃないかなっていうふうに思います。でこうみんなで頑張ろうねって言った時に、こう踊りとか歌があることでもっと頑張れたりとか、これからこう慰めになるって、みんなで共有する何か一つのものがあるっていうことは本当に素晴らしいことだなと思います。人はなぜ踊るのかっていう問いに対して、正直ちょっと答えは